皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は富士宮にあります清涼高校のイベントを2つ紹介します。1つ目は科コース別パネルディスカッション、ここでは普通科と英数コース、英数科と総合コース、どんな風に違っているのかなと、ね、どんな勉強をするのかな、そういうお話をしてくれるそうです。清涼高校受けるんだけれど、どの科にしよう、どのコースにしようか迷っている人、参加してみてはどうでしょうか。開催日は11月3日の日曜日、13時30分から清涼高校で行います。もう一つ目は医学部合格体験座談会。実際に清涼高校から医学部へ進学した卒業生から医学部を目指す人へのお話をしてくれるそうです。これも会場は清涼高校で、開催日11月17日の日曜日10時からになっています。どちらも申し込みが必要なのでホームページから申し込んでください。それから清涼高校には駐車場があるので車で行くこともできます。スリッパ、ね、そういう上履きは持参してくださいとのことです。なお問い合わせは清涼高校の入試広報課、そちらへお願いいたします。今回は清涼高校で行われる2つのイベントを紹介しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。